今日はペンテルのオレンズネロとオレンズメタルグリップタイプ新グリップの比較をしていこうと思います。両方 0.2 ミリで比較をしていきます。どちらも本当にいいシャープペンで、自分も結局どっちがいいのかこの動画を作るまでは曖昧だったんですけれども、この動画で自分の頭の整理のためにも決着をつけていきたいなと思います。自分は比較動画を作るときは皆さんの疑問点をなくすために徹底的にしていくので、動画の時間が長くなってしまうと思うので先に結論から言います。結論としてどっちの方が書きやすいかと言われたら、新しいメタルグリップタイプかなと個人的には思います。ただシャープペンって書きやすさが全てではなくて、他にもロマンだったり所有欲を満たしてくれるかだったり、書きやすさとは別に使いやすさとかいろいろな要素が比較する際には必要なので、本当にどっちもおすすめできて難しいんですけれども、値段とかを考えると新しいメタルグリップタイプかなと思います。でももし無人島に行くとなってこの2本のうち1本だけを持っていけるとなったら、オレンズネロにしますね。そもそも無人島で書くことなんてないとは思いますが、ということでかなりハイレベルな比較になるとは思うんですけれども、最後まで見ていただけたら嬉しいです。結論から申し上げたところで、それぞれのペンの素材とか、概要について比較をしていこうと思います。まずはオレンズネロから。こちらのペンは知っている方がかなり多いと思いますが、ペンテルがフラグシップモデルとして機構から素材まで徹底的にこだわったペンとなっています。とてもかっこいいですよね。自分の 0.2 ミリは限定色のガンメタルとなっています。このペンの最も特徴的なのが自動芯出し機構です。書くたびに芯が減った分に応じてちょっとずつ出てくれるので、芯を使い切るまでノックをせずに書き続けることができます。 0.2 ミリとかの細い芯って本当に減りが早くて、すぐにノックをしなくてはいけなくなってしまうので、この機能は本当にありがたいなと思いました。こちらのペンは重心バランスを最適にしようと素材にもこだわっていまして、グリップにはナイロン樹脂に鉄粉を混合させた新素材が使われていて、後軸には ABS 樹脂が使われています。グリップと後軸はくっついているので一見すると同じ素材が使われているように見えるんですけれども、実は全く違う素材でできております。口金とキャップは真鍮が、それからグリップは鉄が使われています。そして重量は 17g ですね。値段は税抜き3000円です。オレンズのメタルグリップタイプ新グリップは、これまで発売されていたメタルグリップタイプのグリップを変更させたリニューアルモデルとして今年の2月に発売されたばかりのペンとなっています。点ではなく面で支えるローレットグリップとなっていて、タコの吸盤のような吸着力のある全く新しいローレット加工となっています。すごい綺麗なローレット加工になっているので、デザインの面でもすごく評価できるなと思っています。グリップと口金は真鍮、後軸は ABS 樹脂、クリップは鉄、キャップはステンレスとなっています。樹脂と真鍮という、低重心のペンでよく見る組み合わせで、オレンズネロの適度な低重心というわけではなく、言ってしまえば極端な低重心設計となっています。重量は 14g で値段は税抜き1000円となっています。ペンの概要について比較をしたところで、続いてはデザインについて比較をしていこうと思います。オレンズネロはこだわり抜いたプロ仕様のデザインで、グリップと後軸は全体的に十二角形のゴツゴツとした造形となっています。本当に男のロマンという感じですよね。それに対してメタルグリップは円柱をベースとしたシンプルなデザインとなっています。グリップはオレンズネロは横方向のローレットグリップとなっているのに対して、新メタルグリップは5番の目のようなローレット加工となっています。新メタルグリップの方がキメが細かくて繊細な感じがするんですけれども、オレンズネロよりもホコリが間に入りやすいっていうのがちょっと難点かなと思いました。こちらのメタルグリップは 0.2 ミリのみ艶消しの軸になっているんですけれども、金具はシルバーメッキなので、黒とシルバーの対比はいいんですけれども、統一感はガイドパイプ以外ブラックで全部統一されたオレンズネロに比べたら劣ってしまうかなと思いますね。質感やデザインは圧倒的にオレンズネロの方が自分は好きで、所有欲も満たしてくれるんじゃないかなと思うんですけれども、これは3倍も値段が違うので当然の結果かなといった感じです。デザインについて見てきたところで、続いては持ちやすさについて見ていきましょう。
新メタルグリップは先ほども言った通りタコの吸盤のような吸着力がありまして、自分が持っているローレットグリップの中では一番滑り止め効果があるんじゃないかなと思います。このグリップが本当にすごくて、このローレット加工のためだけに1000円を出す価値があるほどです。それほど感動的なグリップでして、ぜひこのグリップを試していただきたいなと思います。オレンズネロも12角形の軸で取り回しがしやすくて持ちやすいんですけれども、新メタルグリップを使った後だと滑り止め効果っていうのは若干劣ってしまうかなと感じました。オレンズネロは絶妙な太さでかなり持ちやすい部類に入るとは思いますが、新メタルグリップが持ちやすすぎるので、持ちやすさという面ではメタルグリップの方が優れていると思います。持ちやすさの比較の次は、書き心地について見ていこうと思います。オレンズネロは自動伸出機構が搭載されているので、ガイドパイプが常に伸びようとする力が働いています。それによって書いていると結構金属のパイプによる引っかかりを感じてしまって書き心地があんまり良くないんですよね。あとどうしても気候の関係でガイドパイプにガタつきが生じてしまいます。なので柔らかい書き味でありながら常に引っかかりを感じるっていうのがこのペンの特徴かなと思います。対してメタルグリップタイプは書き味はすごくいいです。ガタつきが少ないということで非常にしっかりとした書き味ですね。言ってしまえばスマッシュとかグラフ1000よりも若干書き味を良くしたかなといった感じです。書き味はメタルグリップタイプの方がいいかなと個人的には思います。続いてはペン先の視界について見ていこうと思います。口金はわずかにメタルグリップタイプの方が長くてスリムな形状となっていて、形状だけで考えるとメタルグリップタイプの方が優れているかなと思いますが、シルバーのメッキになっているので紙との境界がいまいちわからないんですよね。それによって集中力の低下っていうのもわずかながらあるかなと思っています。対してオレンズネロはしっかりとマットブラックの塗装が施されているので、紙との境界がはっきりとしていて、ペン以外でも黒で統一されることによって筆記に集中ができる配慮がされています。あとメタルグリップタイプは書き続けると芯が減ってガイドパイプが短くなってしまうので、視界が徐々に悪くなってしまいます。それに対してオレンズネロは常に同じ長さのガイドパイプなので、製図や絵を描いたりするという点ではオレンズネロの方が圧倒的に優れているかなと思います。なので、ペン先の視界という点ではオレンズネロの方がいいかなと思いますね。続いては使いやすさについて見ていこうと思います。 0.2mm っていうのはすごく細い芯なので、その分芯の減りがとても早いです。体感としては 0.5 ミリの3倍とか4倍ぐらい早いかなと感じます。なのでメタルグリップタイプはスライドパイプのおかげで書き続けられる長さはある程度長いんですけれども、それでも頻繁にノックをしないといけないんですよね。それに対してオレンズネロは1回ノックをすると芯がなくなるまでノックなしで書き続けられるということで、ノックをする手間がなくなるっていうのは非常にありがたくて、使いやすさに大きく貢献しているんじゃないかなと思います。ただガイドパイプを押し込まないとしまえないので、指でしまうっていうのは本当に痛いのでやめといた方がいいと思いますし、机で直にしまうっていうのも傷つけそうで怖いんですよね。自分は紙の上でグッと押してしまっています。慣れないうちは力加減が難しいので、もう少し軽い力でガイドパイプを収納できたらいいのになって思いますね。でもノックをせずに書き続けられるっていう点ではオレンズネロはかなり優れていて、使いやすさという面ではオレンズネロかなと思います。とうとう最後の比較ですね。ペンの一番重要な書きやすさについて比較をしていきます。重量がオレンズネロが 17g、 メタルグリップタイプが 14g となっていて 3g 程度違うんですけれども、持ってみた感じどっちも同じぐらいの重さだなと思いました。どちらも低重心設計で筆記にこだわったペンとなっていて、本当に書きやすいなとは思うんですけれども、自分はメタルグリップタイプの方が書きやすいかなと思います。手でペンを動かすだけではどちらも大差がないと思うんですけれども、どうしてもオレンズネロはガイドパイプの引っかかりを強く感じてしまって、ガタつきも少しあるので、ちょっとそれが書きにくさに影響してしまってるなと、率直に思いますね。といった感じで比較をしてきました。こうやって見ていくとそれぞれ強みっていうのがね違ってきて、比較するのが本当に難しいペンだなと思いました。これまでの結果をまとめると、単純にノートを取ったりするのを目的として書きやすさを重視してペンを選びたいという方は新メタルグリップを強くお勧めします。
で、製図をしたり数学のテストとかでたくさん文字を書いたりするときはノックをする必要がないということから、オレンズネロをおすすめします。まあ、でもオレンズネロが3000円とかなり高いので、なかなかおすすめしにくいシャープペンなんですよね。オレンズネロは正直なところ趣味の領域だと思っていて、筆箱の中をこだわりたいとかそういう感じで買う人が多いんじゃないかなと思います。オレンズネロは買って後悔することないと思うので、あとはお財布と相談していただければなと思います。オレンズの新メタルグリップは、まあ、前回のおすすめのシャープペン紹介でも登場した通りかなりおすすめをしております。オレンズのノーマルモデルが好きだよって方はね、ぜひおすすめできるかなと思います。ということで今回は2つのシャープペンの比較でした。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。